そうですね。やっぱ私もコナンは好きで漫画を読んでたんですけど、ランちゃんは綺麗だし、あのね、ちっちゃい子とかにも優しくて、すごくしっかりしたお姉さんですし、空手もできるし、強いところもあるし、でも新一を思う、なんていうんだろう、恋する乙女なところもあって可愛いなって思います。そうですね、前作が終わった時に小栗さんがまたパート2でみんなで会えたらいいねっていうふうにお話しされてて、ああそれが実現したらいいなっていうふうに願ってたので、うん、なんか夢が叶ったなっていう感じですね。今回はいろんな表情をしているなっていうふうに台本を読んだ時に思って、そういうふうないろんな表情が演じられたらいいなっていうふうに思いましたし、志保さん、謎な女性が、ね、出てくるので、そのランちゃんの心の気持ちとか複雑な思いとか、そういう細かいところも、うん、きちんと演じたいなって思いました。この前監督とお話した時に言われたのが、やっぱりランちゃんって新一を信じてるし、すごい強い女の子だね、やっぱり、なんて言うんだろう、新一を信じてるからこそ、なんか志保さんっていう女性が現れて、なんかよくわかんないけど、ちゃんと後で新一が話してくれるから、今はそこにあんまりね触れないで、ちゃんと見守ってよっていうか、新一が話してくれるのを待とうっていう、そういう強い意志を持ってるっていうのは、やっぱり新一のことを思ってるからであって、その二人の絆っていうのは強いんだなって改めて思いましたね。うん、今回も見応えたっぷりの作品に仕上がると思ってるので、皆さんぜひ見てください。